もう始めていいかな。ちなみに目の前に椿ちゃんいます。カルボナーラを食べてます。それじゃ始めたいと思います。と、起立気をつけ、礼お願いします。はい、今日は国語算数理科恋愛の毎日配信の7時間目の音楽の授業です。皆さんよくやってきました。今日は音楽の授業をしていきたいと思います。皆さんからインスタの方でたくさんリクエストいただいた曲を今日は歌っていきたいなと思ってます。お願いします。はあ、ちょっと緊張しますね。じゃあまず最初に何の曲を歌いたいかっていうと、ひろちゃんからのリクエスト曲です。とひろちゃんのリクエスト曲は、待ってね、最近 TikTok とかで流行ってるキョンソさんの夜空の星をっていう歌を歌いたいと思います。やばい、緊張してきた。頑張るね。ちょっと待って、もうみんないい？歌うね。じゃん、じゃん。夜空の星を取って君にあげる。誰よりも大切な君だが、君じゃなきゃダメだと伝えたいの。ずっと隣にいてね、離さないで。はい、ありがとうございました。私この曲ずっと知ってて、TikTok とかで知ったんですけど、ずっとこの曲聴いてて、ひろちゃんも好きだっていうことだったので歌いました。どうでしたか？ありがとうございます。涙出そうって、そんな嬉しいです、ありがとうございます。あとは、じゃあ HY さんの366日を歌いたいと思います。どこから歌おうかな。サビから歌っちゃおうかな。歌います。いきます。怖いくらい覚えてるの、あなたの匂いや仕草や全てを。おかしいでしょ、別れているのに、あなたのことばかり。
間違えました、すいません。離れているのにあなたのことばかり。ありがとうございます。すごい拍手が来た、ありがとうございます。つばきちゃんなんかない？歌ってほしいの。愛の形。おお、ミーシャさんの。うん、おお、いいよ、ちょっと待って見る。愛の形。すごい大好き。難しいよね。ちょっと水分補給タイムしたいと思います。ちょっとね、
じゃあ晩餐歌いますね。どこだと、どこでもいいか。チャンチャン。でも味気ない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 んだよね。会いたい、会いあい、会いあい、会いたくなんだよね。君以外会いたくないんだよね。なんて勝手だね。だいたい曖昧なんだよね。愛の存在証明なんて君が教えてくれないか。何十回の夜を過ごしたって得られないような愛し、愛してるを並べてみて。何十回の夜を過ごしたって得られないような最高のフルコースをちょうだい。喉から待っちゃった。愛してるを並べてみて。なんかさ、授業だからさ、なんか授業だから教えた方がいいのかな。と、じゃあ歌を上手になる方法。あ、でもあるかな。上手になる方法はなんかいっぱい歌ってビブラートとかしゃくりとかそのいっぱいあるじゃないですか。だからそういうテクニックを入れることで上手くなると思うし、あとなんだろう、気持ちよく歌うことがやっぱ一番だと思います。声帯を、そうですね。じゃあ何歌おうかな。じゃあフラワーさんの瞳の奥の銀河、ミルキーウェイを歌いたいと思います。ちょっともう一回水飲む。
悲しいプロフィール嘘と事件と意地悪ばかりがこの街をいじめているみたい。それでも私あなただけは信じられる。好きなくらいに。これもボーカルレッスンで歌いました。すごいね、難しかったけど楽しかったです。ね、結構ねボーカルレッスンね、いろんな歌を歌うんだけど、最近何歌ったっけ。君の黒銀河とか、フルコーラス。ちょっと前にね歌った曲なんだけど、と神田沙也加さんのエバーシンスって知ってますか。沙也加ちゃんのデビュー曲なんだけど、それを歌いたいと思います。してるんです。だからちょっとここでも練習しよっかな。どこから遊びなんだろうこれ。どこから行こう、どこからがいいかな。最初から行くか。ちょっと長いけどお聞きください。それでは。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲む
なんてたくさんの宝物、陸にあるもの全部手に入れた。何に使うものかも知らないの、名前も。ねえ、これ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か。人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩く、なんて言った？ああ、足。ヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ。踊ったり散歩したり、どこ歩くんだっけ？道歩いて走って、日の光浴びながら自由に人間の世界へ。何でもあげるわ、ここを出て。暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ。あんなわからずやば、私は子供じゃないのよ。ああ、わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん。なぜ火は燃えるの？教えて。いつの日か陸の世界の果てまでも、行きたい人間の世界へ。はい、気持ちいい。感情がすごい凍りすぎちゃったというか、テンション上がっちゃってました。すいません。イエーイ。あ、すごい楽しい。この曲歌うの、ありがとうございます。皆さん褒めていただいて。そう、私ディズニーの曲大好きなんですよ。キリちゃん、いつかミュージカルに出てほしいって。そうなれるように頑張りたいですね。歌うコツ教えて。楽しく歌うコツ？それは、まず自分がその歌いたい曲があったとして、その曲のあれ主人公と思って歌ってください。そしたら感情も入ってきます。で、感情が入ったら夢中になってしまって楽しくなるので、まずはその歌いたい歌の歌詞をちゃんと理解して主人公になりきま、切りましょう。皆さんは主人公です。はい、うん、その人になりきってやることです。だからさっき私はアリエルになりました。
ことに気づいた。あと4分しかない。ちょっと待って、最後絶対歌いたいね。何歌おう。それでリエルになったよ。あ、やっぱり最後はガールズガールズさんの曲でいきましょう。じゃあ、すごいリクエストで一番多かったのはガールズガールズさんの大丈夫だったんですね。なので大丈夫歌います。これね、私ガールズガールズさんのその教えてくれるっていう大丈夫の振りを教えてくれるクラスに行ったことあるんですよ。で実際にガールズガールズさんに教えてもらったことあるんです。だからすごい思い出の曲です。じゃあ行くよ。せーの。大丈夫、大丈夫の言葉の魔法にかかったみたいだよ。大丈夫、どこまででも行けそう。怖いものは何もなくなってたよ。チュン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 。あの時あの日で会ってからそれぞれ大事な音符みんな揃ったら最高のハーモニー。もしも涙が止まらないで一人きりうつむき下向いたまま歩いても笑顔のまじないをかけてあげるからね。大丈夫って大丈夫、大丈夫一緒ならどんな困難も乗り越える。大丈夫、未来は輝いてる、一歩一歩進めばいい。大丈夫、大丈夫いつだって回り道する時もあるよ。大丈夫、その小さな一歩が勇気なっていつか確信に変わる。チュン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 。あと1分になってしまった。ということでガールズガールズさんの大丈夫でした。皆さんどうでしたか？リリックの授業は、音楽の授業はここまでとなります。すごい楽しかったのでまたやりたいなって思ってます。いつかやれるといいな。あ、終わった時に入ったって。あ、それは残念。また見に来てくださいね。はい、それでは授業終わりたいと思います。気をつけレイ、ありがとうございました。それではまたねー。